はい、どうもこんにちは、ヤスオです。バルクシレディオやってまいりましょう。ちょっと待って、フロスさん、なんでそんなに首かしげてんの？もっとまっすぐ立ってよ、ちゃんとしてよ、フロスさん。ていうか何この DNA のところ、アイコン変わってるんだけどまだ首かしげてるし、ちょっと今日なんかグダグダだな、フロスさん。しかも肩パッド右側だけないし、まあいいでしょう。とりあえずやってまいりましょう、バルクシレディオ。今回は、前回何持ってきたんだっけ。あ、ラトロンのなんか、あ、そういうこと、フロスさん。何、前回肩パッド左右、左側だけなかったからさ、俺左側だけつけとくよみたいな感じでフロスさんデザインしたの？そういうこと？今回右の肩パッドないっていうの。はあ、フロスさんなかなか洒落てんね、今回のフロスさん。ということでバルクシのところに向かいましょうっていうか今回何話そうかもう忘れたんだけど、フロストのこの件のせいで。あ、そうだ、スカーレットスピア、PC 版の方でアップデート入りましたね。で、まあ地上組と宇宙組で分かれるという内容なんですけれども、まあやっぱみんな地上の方行っちゃうよね、どうしてもね。レールジャック操作するのだるいのかな、それともミッションが果たしてだるいのかなっていうところで、地上だったらね、とりあえず防衛みたいなことすれば、まあ、ポイントもらえるみたいで、まあ、楽なのかな、地上の方が。ただね、その宇宙の方だったら、アビオニックがね、新しくね、何個だったっけな、6個ぐらい追加されてるんですよね。船につけるモッドみたいなものが、アビオニックですね。そちらが追加されてるみたいで、なんかね、ちょっとしょうもない感じの効果なんだよね。ただなんかダメージ軽減っていうか、シールドが受けるダメージ軽減、センティエントからのとかなんかあるんだよね、条件付きなんですけれども、ちょっと気になるところですね。今後なんか使いそうな気がしなくもないアビオニックですね。他はなんかちょっと微妙かなっていうところで、果たしてそのさ、問題は果たしてアビオニック入手しやすいのかとまあドイツからもらえるのかっていうと、新しいなんかセンティエンドのファイター、まあ、船からもらえるみたいで、まあ、過去のね例からするとセンティエントからもらえるものって大体渋いんですよねそう、普通のさ、なんかあいつらバタリストとかからもらえるモッドもかなり渋いじゃないですか。まああとテラリストとかね、あと他なんですか、まあコーパスと合体したあいつらもちょっと渋いじゃないですか。まあつまり何が言いたいかっていうと、このゲームセンティエントが絡むと大体ドロップ率が悪いっていうところなんですよねそう、これ何なんだろうね、この法則。大体苦労するんだよね、センティエントが絡むと。果たしてどのぐらい入手しやすいのか。これでね、まあ、結構入手しやすかったら嬉しいんですけれども、多分相当渋いんじゃないのかなと。しかもレールジャックでしょ嫌な予感がするよね。ということで、おじき来たよ、バロのおじき。今週もしのぎ持ってきたよ、デュカット。やっぱり。お、今回この画像を見る限り、ちゃんと左右あるな、新しいもの。期待できますね。前回みたいに右側だけしかないとかそういう感じではないね、これね、ちゃんとついてるね。あとね、垂れ込み情報で言うとね、どうやら両肩はないみたいだね前回のこのシリーズの両肩はないみたいで、ほんと片っぽだけシリーズらしいんだよね俺それ知らんかったマジ。モッドの方は弾変換の方もね、まあ、エクシラスの方に最近使いますから、一部武器には全然ありなんじゃないのかなというところですからね。まあ、ビジランテシリーズつけるかこっちかみたいな感じじゃないですか、まあ、つけるとしたら。まあ、ビジランテの方はね、まあ、センチネルの武器の方で代用できるのでっていうのもあるので、まあ、こっちが基本的に使うかな、なのでまあ全然ありなんじゃないのかなというところですかね。まあ今回そんなにデュカット使うところもないと思うので、まあ今のうちに買っておくっていうのもありな気がしますね。まあもちろんプライムドフローから持ってない場合は優先的に買っていった方がいいかなと思います。はい、で他のものは何でしょうか。あ、武器ないの、あったわ
クアンタバンダルとプリズマのこれか、まあクアンタバンダルの方がな、どっちかというと優先的には。あとね、俺ねザヌカビーコン欲しかったんだけど、前回ね1個買ったじゃないですか、前回っていうかだいぶ前に、あので封印しようと思ったんだけどセンチネルがねまさかのザヌカを倒しちゃってね、ビーコン無駄にしたんだよね。ただちょっとデュカットなかったな、ちょっと次回買っとこうかな、また来たらまさか倒すとは思わなかった。センチネルがこのディリガのスキンってそんな持ってきたイメージがないよね。うん、これっていうか何でもらったんだなんかのイベントかなんかで配られたような気がするんだよね、過去にね。まあこれそんな持ってきてないので、まあ、持ってない方も多くいらっしゃるんじゃないのかなと、この機会に買っとくのもありなんじゃないのかなと思います。はい、まあこんぐらいかな本当に今回ちょっと微妙だね。よし、それじゃあ見ていきますか。ちょっと分かりやすいようにエクスカリバーの方につけていきましょうか。ちょっと遅いですねロードが相変わらず。あ、そうそうそう、うん、この右側だけしかないって、あ違う、左だわ、左側だけしかないっていうね、肩パッドが前回持ってきて、で今回は足のパーツなんですけれども、どちらにあるんでしょうか。あ、ありましたね、こちら見てまいりましょう。ちょっと色合いを変えていこうかな、デフォルトカラーにまずしといて、でもう片っぽつけていきましょうか。じゃあランダムカラーで早速見ていきましょうか。おお、やっぱこのシリーズいいな、いいよね。なんかすげえ綺麗に塗られてんだよねこのシリーズ。足もそうだし、こっちのさ右側についてるシリーズちょっと微妙なんだよな。なんつうのかな、なんて説明したいんだろう。ほんと綺麗に塗られてんだよね、うん、あとこのさなんかちょっとメタリックじゃないところ、このオレンジっぽいところわかる？こういうデザインもかなり凝ってるし、綺麗だなこれ本当にいいな。あー、こういうさ派手じゃない色合いっていうのも全然似合うねこのシリーズ。他はな、あ、かっこいいな、青もかっこいいな、これも全然いいな。てかこのカラーなんだプライマリーの。あー、 PS4 のやつねPS4 のね青ってね結構使いにくいんだよね、どっちかっていうと、うん、これ普通にフレームとかにこの色をつけちゃうとねすごいことになるんだよね。もう使うとしたらね、まあ、白黒かこの水色のほんと一番薄いやつか、もしくは赤のこの下から左から2番目みたいなところぐらいなんだよね。青が似合うって珍しいな。この金の色俺好きだなお、これにところでやつしとこということで、そうだね、 PS4 そして Xbox、 まあ CS 版だね、そちらの方で今アップデート申請が入ってるみたいなので、いつ頃だったかな申請入ったの、確か先週なんだよね。先週の木曜日ぐらいから入れていたので、近々またね CS バージョンの方でアップデート入るんじゃないのかなと。それがねスカーレットスピアのアップデートなので、ちょっと近々来るか分かんないですけども、多分来週中には来る、てか今週中か、いや今日日曜かってことは来週中には来るかなというところで、はい、以上やそうでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。